グランクレスト戦記は、水野亮による日本のライトノベル、イラストは親友。富士見ファンタジア文庫より2013年8月から2018年3月まで、刊行された。前十巻。2019年8月時点で、電子版を含めた累計発行部数は40万部を突破している。混沌に支配される世界において、混沌から秩序を取り戻せる声援のも 人々は混沌による災害から聖因を持つ君主に守られて生きていた。しかし世代を経るにつれて君主たちは互いの領土と聖因を争って戦うようになり大陸では君主同士による戦乱が絶えなかった。時は流れ大陸の二大勢力である大工房同盟と幻想志連合、それぞれの大工の着手が婚姻を結ぼうとしていた。 互いの聖員の統合により、秩序の結晶である皇帝聖員が生まれ、平和の実現も間近か,かと思われたが、何者かの策略により、両大公は命を落としてしまう。この大行動の惨劇と呼ばれる事件によって、両者の持つ莫大な聖員が失われ、彼らに従属していた多くの君主たちが独立を強いられたことにより、大陸は新たな戦乱の時代に突入していく。 戦争と戦争に明け暮れる君主たちを軽蔑する天才魔法師の少女、シルーカは、君主ビラールとの不本意な契約に向かう途中で、若き放浪君主テオと出会う。故郷の島システィナを、君主の圧政から救いたいと願うテオに、自らの理想の君主像を見出したシルーカは、彼と契約し、その夢を実現するために、様々な策を考案していく。芝叩く間に、 セービスになおとどろかす存在に躍り出た二人の前途は順調のように見えたが、システィナ解放への絶対条件であった同盟への基準に失敗し、大陸内で孤立してしまう。ラシックやビラールの協力を得て、かろうじて窮地を脱したテオは、アルトゥークに身を寄せて、最初からやり直すことを決意、知るかとともに自分が歩むべき道を模索し始める。 多くの人々の思惑が錯綜する中、テオやビラールの活躍により、同盟軍は失策と敗戦を重ね、フォービスやクロービスといった、同盟諸国も連合領に吸収されていった。時世は、着実に連合有利に傾きつつあったが、党の連合名手アレクシスはマリーネを忘れられず、同盟との和平を模索し続けていた。武力派と和平派で分裂し、 同盟を渦絶好の機会を見スみす手放す連合を、横目に同盟は着々と勢力を回復させていく。ついには、連合寄りの姿勢であったダルダニア大使ミルザーが、マリーネの波動に共感して、同盟側に離反。さらには、北方の海洋国ノルドも、南下の足がかりを得て、大戦団を南海へ進出させる。両国の助力を得たバルドリンドは、 和平派が主流を締めこりずを深めていた長年の旧敵、アルトゥークを一気に陥落させ、その事実は連合諸国を大きく動揺させた。蛮行による侵略を辞さない同盟も、自流を理解せずに、アルトゥークを失わせしめた連合も共に、人々の信頼を失う中、迫りくる同盟の勢力に対抗すべく、アルトゥーク周辺国の君主らによって、第三勢力、 アルトゥーク条約が発足した。しかし、名声武けだけシーラシックとラシックが従属を抗言してはばからない、テオのどちらを名手とするかで条約は発足当初から揺れ、その一方で、新アルトゥーク領主となったミルザーによる統治が始まる。条約諸国がミルザーの支配に抵抗する間に、テオは名手就任の条件としたシスティナ解放へと旅立つ。 圧政に疲れ果てた民衆に冷たい仕打ちを受けながらも、決起を促し、システィナ最大の魔境であったコントン渦を退治したテオのもとに、人々が次第に集い始める。民意を味方につけたテオはついに故郷の解放に、成功したが、条約の苦戦を知って休む間もなく、大陸へ戻り、打倒、ミルザーを掲げて戦線に復帰。スタルクとダルタニア本国の援軍を足止めして、 ミルザー軍を孤立させると、条約軍は総力を挙げて、アルトゥーク奪還をかけて立ち上がった。一気打ちの末に、ミルザーを打ち果たしたテオは、満場一致で、賛成の元名手に就任し、条約を連合、同盟に次ぐ大陸の第三勢力として定立すること、亡きビラールの意志を継いで連合と同盟の和平を目指することを表明する。マリーネと協力した。 ミルザーの落命、アレクシスの君主としての覚醒を経て、ついに条約、同盟、連合が戦場へ集結、それまでの全ての因縁に決着がつくこと止まる。アレクシスとマリーネは再び愛を誓い合い、二人はテオに従属を願い出る。新たな支配者誕生により今度こそ皇帝戦員が誕生し、混沌の時代が終わることを誰もが待望する。しかしその瞬間、 皇帝聖院の誕生と秩序の回復を望まない者たちがついに表立って行動を開始する。魔法師協会が君主に従い続ける魔法師たちの粛清を開始、多くの君主が三大勢力から脱落し再び戦乱の時代となる。大行動の惨劇を引き起こした真の黒幕に対し、テオたちも最終決戦への覚悟を求められる。魔法師協会と対立してでも、 戦乱の時代を終わらせようと決意を新たにする中、吸血鬼の王ディミトリエや巨人の王サイクロプスをはじめとする強大な戦力がテオたちに牙を向く。プリシュラの死、魔法師協会の真の目的、明かされた古代文明の歴史、自体が目まぐるしく変わる中、テオたちは皇帝聖院の誕生と秩序の回復を望まない、者たちに勝利を収める。ついに混沌の時代は、 終わり新しい時代が到来する。大工房同盟幻想試連合、アルトゥーク条約検事委員会、魔法大学魔法学校、グランクレストアデプト、メ治ジオブリージュは、同じ世界観のいわば外伝にあたる。グランクレスト戦記、グランクレストアデプトは、富士見ファンタジア文庫、メ治ジオブリージュは MF 文庫 J から発売。グランクレストアデプトは、全3巻の予定であったが、 売上の問題から1巻で終了となっている。予定されていた2巻目以降のストーリーについては、作者の夏木の種の手により2018年1月に、各読むで、グランクレストアデプトの構想として公開された。2016年10月に、アニメ化が発表され、2018年1月から6月まで、東京 MX、朝日放送テレビ BS11 他にて放送された。 全24話。物語は概ね原作に沿っているが、細部がアレンジされており、エピローグも省略されている。次回予告はテレビで放送する形式ではなく、テレビアニメ公式サイトで配信する形式となっている。ありがとうございます。